はい、どうも伊達です。今回はこちらスーパーファイヤーレーシングコイル HKS の最近出たコイルですよね。なんで買えるかっていうと、なんか最近ちょっと点火系がおかしくて、はい、でまあどうせ買えるんだったら強化品っていうことで、まあ失火も防ぐっていう、まあちょっとねパワーも出るみたいなんで、どうせならねこちらに変えようと思って変えます。でこの前8番手の M40IL に変えたんですけど、この前ちょっとプラグ見たら結構焼けてたんで M45IL っていう9番手に上げます。多分皆さんは9番手に上げる必要ないんで、はい、気をつけてください。じゃあ早速取り付けます。よいしょ。んだらここのコイルを、助手席側ですねを変えて、まずコイルのボルトをここ12ミリなんで、緩めていきます。で、コイルカプラーになってるから、よいしょ、はい、取れました。ここカプラーですね、こうやって入ってたやつで、ここが12ミリになってます。はい、多分プラグ交換見てくれてる方はまあ交換の仕方も分かってると思うんですけどね。はいはい、今プラグの交換が終わったので、こちら一応純正がこういう感じ、まあ、形は変わんないですよね。まあ、こういう感じですね。はい、もうちょっとじゃあつけていきます。じゃあこいつをね入れていきましょう。
か純正よりゴムが硬いのか気持ちよく入んない。ただここのボルトで止めて完全に固定してあげてください。プラグがちゃんと入ってないとやっぱりちゃんと点火できないんで、プラグじゃねえ、コイルだね、まあ、コイルもプラグもそうだけど、はい。であとはカプラー、カプラーオン、よし、ちゃんとついた。こっちはこれで交換終わりですね。はい。あと二次エアポンプの取り方はこちらとこちらを取ると本体が取れて、あとここのカプラーですよねを外して、あとここのステーがここにあるんで、それを取ればもう取れちゃいます。はいはい。で、運転席側ですねの方もこういう感じで黒いプラグに変わっ、コイルに変わってますね。これが H ケースのやつです。で、こちらもプラグをね一応変えました。で、プラグ今8番のやつ取ったんですけど、この前結構ちょっと走りに行った後に見たら真っ白だったんですけど、結構待ち乗りした後に外したんですね今で、見たらちょっとまあそれなりにちょうどいい焼け色だったんで、ちょっと9番に上げてしまうと待ち乗りがちょっと心配、まあサーキットは全然前提だからあれなんですけど、待ち乗りでも少しちょっと加速してあげたりして温度を上げてあげないと、自動洗浄温度っていうのがあるんで500度以上かな上げないとカーボンが落ちてくれないんで、ちょっと失火になりやすいかなと思います。はい、こちらちょっと戻していきますね。あと、はい、よいしょ。じゃあちょっとエンジンをかけてみます。結構ねエンジンのかかりが悪かったんですよね。でもマイナスを外してるから、多分最初バッテリー外してるからエンジンのかかり悪いと思うんですよ最初だけ。エンジンかけてみます。あー、なんか今までと同じ、いつもと同じような、うるさい、いつもと同じようなかかりに戻った気がする。なんかこの前までは一発でかかんないような感じだったんだけど、なんか気持ちよく今変わったな。あとはちょっとトルクとかが出てるか、コイルを変えて、ちょっと工具箱乗っけてるからあんまり踏めないんだよな。Thank you.
の違いだね、これは。うん、分かんない、正直分かんない。変わってんのか。あとはでも今9番入れちゃってるんで、プラグが。それはでも関係ないのかな、あるのかな。っていう感じ。作業動画と、まあ、試乗してインプレですね。